ひキルミスを開けていきたいと思います。今日はですね、ついに我々の ASA のサーバー戻ってまいりました。このホーマンなバーデー、そしてこのホーマンなバーデーから繰り広げられるメル曲振りレベル94っていう形でですね、ついに我々のキャラデータとあとはサーバーが復帰したという形なんですが、ここでですね、今日はどういう経緯でこういう形になってて、なんでこんなに非公式サーバーが沼ってしまったのかっていうところをですね、みんなと見ていきたいというふうに思っております。死んだわ早々ということで、本日もぐちゃぐちゃ説明、サーバー復旧、2つ目問題点は何だったのか、で最後にそれを踏まえてライフアーク再開やっていきましょう。でまず1つ目なんですが、サーバー復旧という形になってまいりまして、ついにですね、本当に、まあ、2日間ぐらい全くサーバーが動かなかったっていうか、まあ、その立ち上がらなかった、勝手に急にクラッシュかなんかで再起動自動的になっちゃって、その後何回も自動的になんかもうなんていうんですか、再起動が繰り返されて我々はなすすべがなかったというような状況でした。で本当にね、もうマジで誇張表現じゃなくて本当にもうどうしようもなかったんよね。で具体的に言うと、FTP っていうものがあって、直接サーバーにこうアクセスして、なんかエンジニアの人が入るみたいな感じで直接サーバーに入って、でさらにサーバーの中を全部空にして、でそっから再インストールをしてとかっていうのを、なんか夜中の1時とか2時までずっとやってたんですよ。全然ならんつってっていう感じの中で、もう本当にやばかったんですよ。ガチで打つ手なしだったんですけど、そこでですね、こういうコメントをですね、なんと私の、YouTube のですね、動画のコメント欄にいただきまして、この人マジ神、マジでありがとう、本当にありがとうっていうのを教えてくれまして、じゃあ早速やってみようっていう形で、そのリージョンというふうに言うんですけど、そのまあなんていうかな、データセンターというかサーバーというか、なんていうかな、サーバーが置いてある場所、物理的にっていうのを、日本からシンガポール、まあ要するに日本以外の一番近いとこでシンガポールがあったから、そこにしてみたんだよね。でシンガポールに行った結果、マジでスムーズ、本当にスムーズ、ちゃんと再起動する再起動するし、設定変更してもちゃんとまた起動するハードルが低いなので、今シンガポールサーバーでマジ快適にやらせてもらってます。はい、シンガポール最高っていう感じで、結論、日本サーバーが多分ダメだったっぽいんだよね。でこれさすがに俺も2年以上ね、 G ポータルっていう別のサーバー会社で旧アークワンの ASE をやってるから、まあさすがにクライアント側の、まあなんていうの、ゲームソフト側か、それを下で動かしてるサーバー側か、どっちが怪しいかっていうのはなんとなくね、ああこれ怪しそうって思うんだけど、まあ、G ポータルもね数ヶ月に1回あったんだけど、まあ、そのサーバー側、筐体が障害を起こしてどうにもならんっていう状況とすごく似てたんだよね。なので、まあ、その夜中まで、まあ、その FTP でつないでリフレッシュしまくってみたいな感じで再起動しまくってとか、その再インストールしまくってっていうのをやってる時に、わこれマジ G ポータルのやつと似てて、これ多分俺らがいくらやっても多分サーバー側がいかれてるからどうしようもないんじゃねっていう風になって、まあ、おそらくそうじゃないかという風に今結論付けてます。なのでニトラドが、まあ、多分結構ボトルネックになってる可能性が高いっていうのも、ここには結構根拠があって、まあ、DM くれたり、まあ、いろんな人がね、今回マジでありがたかったんだけど、いろんな情報をくれたり、Twitter で、X か、X でいろいろリップくれたり、DM くれたりして、マジありがとうございました、みんな。マジ助かったから、本当にありがとう。で、その人の、なんかいろいろね、いろいろくれた人の中には、やっぱりその自分で自サーバーを作ってる人も何人かいたんだよね。で、その人たちが口を揃えて言うのは、全然俺たち結構大丈夫ですよ、私たち全然大丈夫ですよみたいな、普通になんか障害なくやってるんですけど、なんならモッドとかも入れてますけど、なんか調子は悪くないっすよっていうか普通っすよみたいな感じなんだよね。なのでんみたいな感じで、公式サーバーと非公式サーバーの俺らだけなんかババ引いてねっていう感じになって、でさらにその、まあ、G ポータルの経験と兼ね合わせると、おそらくなんだけど、まあそのニトラドの日本サーバーの構築の部分、まあ多分その仮想サーバーを作ってるので、ちょっとね、分かりづらくなるので、まあそういう感じのものをね、クラウド的なものを使ってるので、なので、まあそこのね、まあそのクラウドチックなやつらが、まああんまりいい感じの構成が
なされてなくて、なんかわかんないけどデータベースとか、まあ、そこら辺のつなぎとかが明らかにちょっとやばかったから、一回マジやばかったのはツイッターでも言ったんだけど、そのなんていうの、俺が操作できるニトラドの管理画面があるんだよね。そこで操作しているものと実際に与えられたはずのそのなんていうの、サーバー名と IP アドレスのサーバーが違ってたんだよね。なのでそのなんていうかな、コントロールパネル管理画面とその大元のニトラドのデータベースの整合性がちょっと取れてないみたいな感じになってたりもして、その明らかにそのゲームソフトどうのこうのじゃなくてなんかやばいんすよっていう感じなので、現状結構ですね、ニトラドの日本のサーバー、日本支店が多分怪しい感じになってるんだよね。で多分なんか日本支店もしかしたらないのかもしれん。まあニトラドってドイツの会社だから、日本に支店がもしかしたら、ちょっと俺あんまりニトラド詳しくないからあれなんだけど、ニトラドに日本支店がなくて、もしかしたらもう本当になんか二次受けとか三次受けの業者とかになんかわけわかんないとこ頼んで回っちゃって、結果はなんか変なことになっちゃったみたいなのもあるし、まあよくわかんない正直なんだけど、結論言うと明らかにその普通に時差場でまともにできている人たちがいるという状況下で、俺らだけが一生再起動ループでなんやこれってなってたんで、多分ね、まあニトラドの日本サーバーがおかしい可能性がむっちゃ高いっていうのが、まあ今回の結果かな。なので結論、あのリージョンを変えましょうという形です。じゃあリージョンどうやって変えるの、僕やりました実際にシンガポール。なので一応ね、手順をねお見せしたいというふうに思っております。で一応ですね、こんな感じになってまして、まあ一応アップにしてます。いろいろね、あんまり映ると良くないところがあるかもしれないので、ちょっとね僕のね下着姿の画像とかちょっともうちょっと左にあるので、ちょっとこんな感じにしてます、はい。でとりあえずこの画面に来るじゃん、まあゲームサーバーって書いてあるサーバーね、まあマイページに近いところのサーバーかな。でまあこのサーバーをちょっとね操っていこうぜっていう形になるので、このね、これこの下の三角あるじゃん、ここですね、この矢印のとこ、これを押します。これ下にねなんか出てくるんすよ。でちょっと顔がね邪魔なんで、顔はちょっと左上の方にやっておきます。でですね、でこの右上のこれね、これスロットランタイムまたはロケーションの変更、今黄色くなってるやつ、これね、これを押してください。でこれを押すとなんかページがまた変わって、さらに下の方にいろいろ選ぶのが出てきます。でですね、下の方に行くと、これホスティング位置が東京になってるので、これを変えますっていう形になります。でここを変えてくださいっていうところになるんですけど、これはもうすでに変えたサーバーなので、ちょっとね一瞬シンガポールサーバーの同じ画面に行くね。で具体的にどういう風に操作するか見ていきたいと思います。まあなんていうの、ちょっと操作がもうできないから、操作できる方に行くっていう形だから、もう画面とか手順は一緒っていう形。こんな感じでプルダウンで選べるようになるんですね。あーちょっとごめん、録画の画面にプルダウンが出てない、まあ、とりあえずこれシンガポールに切り替えるから、シンガポールに切り替わったよね。であとはここの変更ボタンを押します。でそうすると変わるんだよね。でこんな感じで変わるから、変わったらでもこれで終了じゃないから、画面が更新されてこうパッと切り替わってこれになるけど、これで終わりじゃないから、さらにこの下に行って、でまあとりあえずまあここで何日契約にするか、今からスタートで何日契約にするか、でさらにここですね、ここでまあ何人プレイヤースロットにするかっていうのを決めますみたいな。で一番ポイントはここ見てください、これが今回かかる費用です。なのでプラスアルファで料金がかかるので、そこをね調整してくださいっていうところになります。で例えば3ヶ月契約でまだ ASA 出て2週間しか経ってないから、あと2ヶ月と2週間残ってるよねみたいな、1ヶ月4週間だからねっていう話なんだけど、2ヶ月と2週間はそのクレジットとして、なんていうの、このニトラド内のゲーム内通貨じゃなくて、なんていうの、サーバー内通貨というか、なんていうか、この、まあ、ニトラド通貨みたいな、楽天ポイントみたいな、そういうものに変わって、1回戻ってきて、でここでもう1回継続で支払いする。で足りない分が下の今青くこうなんていうのやっているところですね、ここの 0.09USドルになっているので、それで継続するってやって、あとはクレカとかで支払ってくださいっていう形になるので、手順としてはこんな感じなので、これで海外のリージョンにすることによって、まあいい感じにプレイできるというのが、なんと今回の方法なんですね。いやーよかった、いやもう本当に良かったです。ということでね、もうちょっと興奮のあまり2つ目の項目の問題点とともにサーバー復旧までね全部話しちゃいました、一気通貫で、はい。
もう嬉しくてワクワクしちゃったわ、サーバー復活したから。はっていうところでですね、こんな感じでサーバーは移動すると、海外に移動するといいかなって感じっていうところなので、まあ、そんな感じでできます。なので本当にね、みんな今回はねありがとうございました。もうちょっとでもね、マジでドリーとかにね届けばいいなって感じ、英語でねメンションしてツイートとかしたんだけど、まあ一応今日ドリーがねツイートしてた内容としては、なんかね、そのサーバーが起動するときにめちゃんこ重くなって激重になるから、それでクラッシュしたりするっていう話が出てるんだけど、なんかまあそのなんて言うんだろうな、よくわかんないんだよね。具体的なこういう前提でこういう状況下でこうなるっていうね段階を踏めばあれなんだけど、ふんわり言うからわからんし、俺もその日本サーバーの時はいろいろ症状が起きすぎてて、どれがどれに当たるのかようわからんって感じ。ただシンガポールサーバーはそういうのが全くなく絶好調で、まあ今もこれシンガポールサーバーなんだけどスイスイ言ってるって感じ、ようわからんというところなので、まあそんな感じでお騒がせしましたと、ありがとうございましたと、ニトラドが早くいい感じになるといいねっていうところなので、まあ俺たちね、やっぱニトラドっていうのはなんていうの、まあニトラドのホームページにも書いてあんじゃん俺らがさ、あんまりサーバー使えない人でも、まあ手間を減らして楽しくアークを遊べるみたいなホスティングサービスですよみたいなっていうところなので、それがホームページにデカデカと書かれている歌い文句が全くねなんかなかったので、ちょっと辛いなっていう感じでした。はい、ただまあなんかあれでしたね、シンガポールになってマジ絶好調なんで、まあここら辺が多分元が悪いんじゃないかなっていう話があったので、その最初の構築の段階ね、じゃないとここまで沼らないでしょっていう形だったので、さっきも言ったけどマジで全部フォルダを FTP で全部消して、もう真っさらにして再起動っていうか、その再インストールか、ごめん、再インストールしても起動しなかったから明らかにおかしいから、それでさ丸一日さ放置しても何もあれ、まあ一晩か放置しても全然ダメだったから、結構ねやべえかなって感じでしたね。っていうところでね、まあ結構いろいろやったけど、まあ、結論日本のリージョンがダメだったっていう、まさかのウルトラ根本というかっていうところだったので、まあ、逆を言うとね、今は伸び伸びと快適にシンガポールサーバーでやらせていただいておりますので、今後は最後の項目でありますがライフワーク再開していきたいと思います。ちょっとね、前回の動画でライフワーク今日やるっつって、今動画ね11日に出してるんだけど、10日の日にねちょっとまた新しいデータでやるわっつったんだけど、日本サーバーでその日本リージョンで全く、ね、動かなかったので、今日から本当に11日土曜日から始めます。で、まあもちろんね21時からいつも通りやろうと思うんですが、モッドをねたくさん入れて、リーパーとかシノマとかメイウィングとかバキバキに入れて、カオスアイランドで俺たちは筋肉で生き残れるのかっていうのをやりたいと思うので、まあ、いつものメンバーとまあね一味違うヒリヒリするやべえアイランドで生き抜いていきたいと思うので、ぜひね皆さん9時からのですね生放送を見ていただければって感じで、だいたいね土曜日曜は固定なんだけど、平日がちょっとランダムでやってるので、まあ、そこら辺ね皆さんぜひねタイミングがあれば見に来ていただいて、なんかコメントとかしていただけると嬉しいなって感じで、今日はですねこのようにしておきたいと思います。すいません皆さん、ありがとうございました。本当にマジで感謝です。皆さんやっぱりコミュニティって最高だねということでね、今日はこんな感じで終わっていきたいと思います。筋肉があればレベル15も一発で失神させれるというところでね、ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いしますで生放送もライフワークもぜひよろしくお願いします。2年以上もねやっぱ参加型やってるんでね、参加型結構楽しいですよ、皆さんぜひ見てくださいという感じで本日はこのようにしていきたいと思います。それでは本日もご視聴ありがとうございました。またぜひ次の動画でお会いしましょう。バイバイ。